こんにちは。私は現在 IIJMIO のギガプランインガバイトを契約しています。IIJMIO ではギガプラン専用アプリ MyIIJMIO が使えるはずだったんですが問題が生じたためずっと使えませんでした。ところが11月8日から利用できるようになったようです。ただその後またトラブルが生じて11月18日にさらにバージョンアップしたようです。今回は最新のギガプラン専用アプリ MyIIJMIO をインストールして使ってみました。 まずはじめにギガプラン専用アプリ MyIIJ Mio の提供を再開したニュースリリースを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらは IIJ のニュースリリースになります。お知らせ。お客様各位。ギガプラン専用アプリ MyIIJ Mio の提供再開について、2021年7月15日よりギガプラン専用アプリ MyIIJ Mio の提供を停止しておりましたが、App Store、Google Play、ファーウェイ アップギャラリーにて本日より再開させていただきます。提供停止中の期間において皆様に多大なる心配とご迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。再開直後アクセスが集中したことでアプリがご利用しづらい場合には時間を置いて再度お試しいただくようお願いします。2021年11月18日更新。Android 12のアニメーション機能をオンにした状態で My.ai.j.mi.o のトップ画面、データ量画面を再下までスクロールすると クラッシュする問題の修正リリースをしました。本アップデートで Android 版はバージョン1.1.0からバージョン1.1.1にバージョンが変更されます。アプリのインストール・アップデート方法。アプリをご利用いただくには以下のアプリストアからインストールが必要です。なおすでにアプリをダウンロードされている方は、ご使用前にアプリのアップデートが必要になります。参考リンク。以上です。 次に、ギアプラ専用アプリ、m y i i j m i をインストールして使ってみます。こちらの動画をご覧ください。 いかかがでしたでししたょうかやっとギガプラン専用アプリ MyIIJMIO が使えて便利になったという感じですねウェブサイトからは契約内容や利用データなど,などを見れますけれどもやはりアプリを使った方が便利ですし見やすいですからアプリを実際に利用してみた感想なんですけれどもかもなく不可もなしですがちょっと重たい感じがしましたまあ普通に使っている分には特に問題はないようですただ アプリが安定してずっと使えるのかセキュリティ対策は万全なのかこの辺りには多少懸念が残っています IIJMIO の担当の方にはトラブルが生じないように気を引き締めてもらいたいですね今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました